はい、どうも、タピープラスフィッシングクラブのタズリンです。ピーでーす。まあ、もう稼いで極寒リバーシーバスゲームしに行こうかと思って、はい、今行っております。1月下旬、大寒波が来てすぐでございます。間違いなく寒いですね。外気温は0度ですもう今0度外気温今現在0度です、夕方6時でございます。寒いぞこれ寒いね。ガイド凍らんといいけど。まあそうね、ガイド凍ったらもう釣りにならんよね。その時はもうカップラーメン食って撤収っちゃ撤収まあ釣れなくても調査がてらにね行かんと、ちょっとデータを取りに行かんとですね、まあ、まあ、とりあえず安全運転で移動していきましょう。はいはい。はい、準備完了しました。今からウェディングシーバス行ってみたいと思います。僕まだだよはい、というわけで帰ってきました。まあなかなか厳しかったですね。まあ例年この時期は釣れてないので、まあ予想通りといえば予想通りでしたね。で、まあ水もすごく綺麗でものすごく冷たくて、なかなか入っているのが辛かったですね。で、はい、前回紹介した、RBB のタイタニウムアルファという素材のグローブなんですが、まあ使ってみてインプレという形になりますけど、まああったかいということはないです。あったかいということはないんですけど、あのやっぱり芯から冷えないという感じですかね。指が動かなくなるような冷たさにはならないですね。あれは結構やっぱ素晴らしいと思います。まあ値段もそこそこするんで、そのぐらいの機能はあってもいいかなとは思うんですけど、まあ、デメリットとしてはやはりこう取るときに結構やっぱりピタッとしてるグローブなので取るのが大変ですね。まあそのぐらいです。まあいいか悪いかといえば買ってよかったなと僕は思います。はい、あとはあの ZPI のハンドルノブですかね。はい、あちらの方はですね、やっぱり感度はかなり上がってますね。まあその分やっぱり、バイブとかもちょっと投げてみたんですけど、その分やっぱ引き重りは強くなってます。若干ですけどね。まあメリットで言えばまあそのぐらいですかね。感度は確実に上がってます。でデメリットで言えばですね、ちょっと休憩してる間、竿を置いておいたんですけども、ハンドルノブがですねむちゃくちゃ冷たくなります。やはり金属なんで、こうずっと巻いてるとですね、やっぱ あったかくはなってるんですけど、あったかくというか冷たくはないんですけども、やはりちょっと休憩して置いておくとキンキンに冷たくなっております。まあそれぐらいですね過去の、情報なんかを見てですね、また近いうちに、行ってみたいと思います。はい、今回も、ご視聴ありがとうございました。
ゆらゆら